情報工学実験では IoT と人工知能の実験を行います。 IoT というのは物やセンサーがインターネットにつながるということです。このスライドでは介護施設の利用者さんが転倒したというような情報を取得して施設の職員に伝えるというようなものになります。次のスライドでは自宅のドアの鍵の閉め忘れであるとか各種の機器のコントロール、そういったことができるようになります。農業ではビニールハウス内の温度や湿度を測定したり水やりをしてやるとか、そういったことができるようになります。情報工学実験ではラズベリーパイと呼ばれる超小型コンピューターを使います。ラズベリーパイは普通のコンピューターと同じように端子を持っており、普通のコンピューターと同じように利用もできます。その他にセンサーからの入力を受け付けたり、アクチュエーターに出力を出したりという、そういうような端子があります。この実験では Linux 系の OS を使います。実験では Linux のインストールから各種サーバーの設定、センサー利用のプログラム、それをさらにインターネットで利用するプログラムを作成します。最後のスライドは人感センサーを用いて反応があったら LINE に情報を送るという、そういうプログラムになっています。人工知能1と2は近年急速に発展を遂げている AI 技術について学ぶ講義です。 AI 技術の歴史的背景から最先端の手法を網羅し、理論から実践までを学ぶことを目的としています。まず2年次の人工知能1では AI の基本概念についての理解を深めます。ここではデータの分析方法やニューラルネットワークや決定義などさまざまな機械学習アルゴリズムを解説します。また大量のデータから有益な情報を取り出す方法なども学びます。次に3年次の人工知能2では様々な領域で実応用が進んでいる深層学習に焦点を当てます。ここでは深層学習の基本的な動作メカニズムや関連する技術について詳細に解説します。また Python を用いて画像分類などの深層学習の様々なモデルを構築し理解を深めます。この講義では機械学習などの AI 技術を用いたマルチメディア技術に関するデータ処理・分析の手法を学びます。 Python を用いた実践的な演習を通じて AI を用いた音声処理や自然言語処理などのアルゴリズムの理解と実装方法の習得を目指します。音声処理では音声信号の基礎から始まり、特徴量の抽出、音声認識、音声合成といったトピックを扱います。また自然言語処理ではテキストの前処理、単語の分散表現などの基礎を学び、大量のテキストデータを効率的かつ適切に処理する方法を習得します。機械学習を用いた言語モデルによるテキスト分類や感情分析、要約生成など様々なタスクについての理解を深めます。リハビリテーション工学の目的は障害のある人々の生活を豊かにし活動を支援する工学の応用分野です。本科目では身近な機器道具から福祉用具、ICT を活用したハイテクノロジーまでを体系的に学びます。例えば、障害のある人のコンピューターや支援機器の操作はどのように支援したらよいのでしょうか。この科目では ICT を利用したコミュニケーション機器の知識、入力デバイス、スイッチの適合の知識を体系的に学びます。そして支援アプリ、システムの開発につなげていきます。また、利用する人に合った機器やテクノロジーをどのように評価し、開発していったらよいのでしょうか。この科目では機器との適合性評価の方法、デジタルものづくりの知識も体系的に学んでいきます。そして支援機器や福祉用具の開発につなげていきます。